くら芯いったっていくらプリントあったってその話になって話変わっちゃうんだもん。だから俺がさ企画出した時だってさ浦田会社何でも話したんだよね。浦田と話した時にあら2010年の本当にあれだよね、あの1年1億で、まあ、最終的には15億ぐらいで買収してベラトールくっつけるって話をちゃんと浦田会長に話した時に、後藤さんいたよね。後藤さんがいたんだけど、あの時柊さんもいたかな、柊平さんも来てくれって、うん、後藤さんが言ってくれたの。浦田これ宝くじじゃないのって俺に言ってきたんだよね。いや浦田会長、あの僕正直言ってわけわかんない、まあ、この世界の長男柊太の長男坊かもしれないと、それが家出した長男坊がお土産持って帰るできましたと、だから浦田会長使ってくださいと、して桜さんからは登ろうだったらこれお前こんだけ仕事持ってきたんだお前金もらえよって、いや僕契約しないからまだいいです、仕事し始めたらしますけど使ってくださいとお願いします。でもそれもさあれだよ、それよりさんに言ったらよりさんがより登る後藤さん本当にそんなこと言ったの、はい覚えてます、忘れない言葉です、聞いてないよそんなの、多分それも嘘言ってんだよね、伝えてんだよね、だから俺金は一銭もやらないし使ってください、あと日本はいつか荒野になりますからこれがみんな望んでることですと、な今ベラトールとかクティ騒いでるじゃん、あとあれだよ、海外のクティってますよね、それを10年前にもして、あれもいつかちょっとちゃんと話すけど、僕個人が全部できるわけじゃなくて僕っていう名前を信頼してくれて世界のやつが置いてくれたんですよ、とんでもない結構大きなプロジェクトだったんですよ、だから僕最終的には海外のやつ謝りましたもん、申し訳ないって、もう俺の力足りなかったっていつか必ず返すからって、本当申し訳ないって、あ外人とかいろんな人に、もうとにかくなんだろう嘘がものすごいどんどん飛んで、うんもうだとにかく俺は悪人今でもギャギャギャ言われるけど言うなら言ってくれとこれについては一切のあれもないんでまあ俺とか朝日さんとかがやっぱりあの、まあ、20代の時にやっぱりあのシュートやってた時にまあちょっとあんまり本当にシュートがもうかなりもうねどんどんあの衰退してっちゃって、それでこんなの俺らの時代で終わらせたいよねっていう話はしてたんですよ、シューティングの、そうですそうです、だからそういうのを人気が出ないし、やっぱいつまでたってもまあ本当にプロスポーツとして野球とかああいう組織にできたらいいなっていうのは俺らのやっぱ最終的な目標でもあったから、だからこれがその当時でもう20年後それなれればっていうのは、そしたらもう、うんだってそうじゃないとさ、ジムでさ一生懸命ずっと練習してるやつがさいつまでもさ、うん、なあ小遣い程度のさアルバイトと考えられて、いやいつか家族持ってさ子供いて、だから俺厳しいって言われたけどずっと思ってたことは教えてるやつにはやっぱ五体満足で家族に返したかったんだよ、それが絶対から怪我だから厳しく試合も出さなかったし怪我しないようにしてと、あとはっきり言って金とかも出して言って親に家とか買えるんだったらかっこいいじゃないですか、やっぱそしたら家を組んじゃないですか、そういうのになろうよと、うん、だからもう最終的には もちろん選手を育成して、まあ、そういうのもあったんだけども組織作りをやっぱりしなきゃいけないところだとか、はい、組織作りってすごい難しいから、だからそれがちょっとあの今のやっぱ統一会では完全にできてないところがやっぱあの選手たちにはかわいそうかなとはちょっと思う、いやかわいそう、選手の人たちには罪はない、一生懸命やってるし、うん、やっぱ上の人間の責任だと思う、ちゃんとしたことを事実を伝えてないって、確かに大変なんだよね、やっぱりそういう組織作りっていうのは今やってる人ももう本当に頭回らない状態でどうしたらいいだろうとかいうところもあるとは思うんだけども、それはもう一人で考えるんじゃなくてやっぱみんなの知恵を借りるなり、まあ、力を借りるなりしてってやっぱ組織ってやっぱ成り立ってるから、だからそれがやっぱ本当にやってればあのもうちょっと格闘技界も良くなってたかもしれないですよね、ただその中でも、うん、ダメなことはダメだよねってことだよね、うん、朝日さんは結局それをしたいしようと思って動いてはいってたし、やっぱりあのどちらかというと朝日さんっていうのは俺も良くなるけどみんなも良くなるよ良くなるよっていう考えなんですよ、じゃあていうかシンプルな言葉で言うと、うん、自分が儲けたかったらまずみんなに周りに儲けさせることだと思ってるんですよ、したら絶対帰ってくると、うん、絶対あの自分だけ得することを考える人じゃない、だって自分だけ儲けなんて無理だもん、うん、周りにまず儲けさせること、うん、したら自分がいつか帰ってくるんで、うん、と思ってるんで、だって正直言って2010年の動きやった時に思ってたもん、絶対俺叩かれるわって、うんそれでよわって、ただ俺だ裏とかみんなに言ったのは、あやっぱシュートには本当に世話になって、多少俺って ね人間を世の中に出してくれて、まあ最後の俺の仕事だなとそのつもりで言ったんで、まあ10年かかるかもしれないけど最後に俺の仕事になるだろうと、こ
これで俺の全てが終わって次の世界行こうとか思ってたんで、もうそういうつもりですよね、やっぱ。本来ならまああの多少意見がぶつかってても、まあ、それをうまく話を聞いて、それをうまくあのやれるようにしてれば、多少のねやっぱり意見が食い違い、いや意見の食い違いいいんですよ、うん、100% イエスマンがいらないんで、うん、そう、それいらない、それは無駄だから、大宮ジムとかで俺頭と張ってる時も、うん、下につけるのは俺に反抗する人をつけるにしたんで、意見違うやつ絶対面白いんでだ別にイエスマンはいらない。ただ絶対に俺2010年の提案で、やっぱあの乗り組みあいつなんか普段あいつのあメールも知らねえけど年賀状変わるんで、でこの時だけあいつにメールしたんだよね、ノリってこういう話があると。あのクソノリフミがすぐに返事来たんで、来たのが朝日さん、シュートに必要なこれですよって、今度飯でも食い切って話を教えてくださいって。やっぱそういうみんな来るんで、あといろんなやつも、朝日さんゴミとかもそうだったかな、朝日さんこれ俺もうついていけない、すごいって、ついていくお願いしますって、分かって、俺もよく分かってねえと。でもこれ多分日本が望んでることで、日本を救えることで、うん、絶対にこれ持っていけると思ってたんで、もう革命が起きると、いい意味で。だから本当日本プロ野球じゃないけど、してただその場合シュウさんに手伝ってもらって、シュウさんにも言ったの、シュウさん俺いろんなことやってるけど何やってるか全然分かってないんですけど、アザイさん僕も分かってないって、なんか面白そうじゃないですか、うん、やりましょうって、こうやって頑張りましょうっつって、だから一生懸命全てかけるしかねえなと思って、だから今みたいな状況になるって分かってたんで、やばくなるっつって。この川口さん、あの2015年なんですけど、うん、はいはいはい、2015年に突然一回復帰されて、はいはいはい、パンクラスに出られましたね、はいはい、ちょっと話変わりますけど、はいはい、近藤選手と試合で復帰されましたけど、はいはい、あれは何か理由が、はい、ね、あの近藤選手の、ね、話はね本当に、まあ、その時も言ってたんだけど、はい、バリジャパでやれたらいいねとかそういう話がね、まあ、上がってたんですよ昔から、はいはいはい、でやれれば面白いじゃないかって、はい、俺もその話をされるまでは別にあの近藤選手はのことはよく分からなかったんだけど、はい、そしたらあのそういうふうに聞いたから、あ近藤選手ってどういう、まあ、よく活躍してるけど、いや俺やってみたいなっていう、その時に気持ちが上がってきたんですよ。だから9年ぶりですよね。そうなんです、やりたいなとはもうその前々からちょっと思ってたので、でうち の, あの、まあ、守がちょっとパンクラスでリングに上がった時に、はい、なんかあので会場行くじゃないか、その時プロデューサーにちょっとあの試合の話をちょっとされた時、まあ、その時は本当にあの冗談半分で言われてたんですよね。でそうしたら、あじゃあ近藤選手ともいいですねみたいな形で言ったら、それが本格的になったんですよ。だからまあその時に、まあ、もうあんまりやれることもないからやりたいなとは思ったっていうのを、そこで火がついたみたいな感じだったんですよ。ケージで確かに、はい、そうです、初めての、初めてケージ、そうですね、はい、と試合されていかがでした、はい、いややっぱ厳しかったですよね厳しかった、やっぱりあれはもうあの、うん、自分でももう知らもうあっという間に終わっちゃったんで、うん、またこれからも試合の予定とかは、うん、全くないですね、全くない、試合はもう終わりですけど、稽古は続けたいなとは思うので、はい、あ今でも稽古はされてるしたいと思う、まあ、もちろん試合のための稽古じゃなくて、はい、あの田中いるための稽古ですよね、はい、であとやっぱりあの試合ってだけじゃなくて、やっぱこの人生に対してやっぱ戦えるような、やっぱ頭もやっぱ頭で戦う、あの戦い方もあの覚えないと、やっぱりメンタルも強くならないし、やっぱりただあの体ばっかあの鍛えちゃうと粗暴な人間にもなってしまうので、だからそこら辺をちょっとあの生徒たちに教えていきたいなと、指導していきたいなと思うんで、今あのシューティングジム横浜をやられてますけども、はいはいはい、そこでもそういうのを、まあ生徒さんに伝えたり、そうですね、今これからそのシューティングジム横浜をどうされたいとかって、あやっぱりあの社会、ちゃんとした社会人を作っていきたいと思って、はい、でやっぱりもうあのただ単にあの強いでて威張り散らすようなそういう人間にもしたくないですし、はい、もちろん試合を出たい人と、あとまああのそういう自分を作りたいっていう、はい、そういう方向で、まあ、あのうちのジムっていうのはやってるんですけど、競技だけではなく、競技だけではどちらかというと競技というよりもちょっと人間育成みたいな形の方に近い、近いですよね、はい、分かりました、はい、ありがとうございました東京イエローマンズ、
ジムは何やってお邪魔しました。すごくしたね。いややっぱね、違います。やっぱ朝日さんだなって感じの。いやでもね、俺こうじゃなくて本当はね、あのジムなんか本当やる気もなかったし、じゃあマジなんですよこれ。なんで俺ジムやってるかも分かんないし、プロの選手になったことも未だに分かんないし、いやこれ本当にあの ちなみにこれいつここの2000年ぐらいだと思うんですよ。2000年ぐらいだからもうジムやる予定なんて人生で本当に考えたこと一度もなかったんで、はい